ブラジル食材店で買ってきたマンゴーネクター、なんか 100% って表示見えましたけど、これは 100% 果汁って意味ではなくて、この中で使われてるマンゴーはこの会社の品質保証を満たした高品質なマンゴーですよ、そういうことが書いてあるだけですね。果汁は 37%、 この37っていうのが薄いのか濃いのか、それはわからないですね。よく振れって書いてありますので振ってみます。すごくドロッとしてる。もう注ぐ時からドロッとしてますね。香りはマンゴーの香りしますね。しかも甘い、こんな香りです。でもここまで話すと全然漂ってくるっていう感じはないですね。果汁 37% って書いてありますけど、飲み応えありますね。ブラジルの人たちっていうのは非常に濃いものが好きと聞いてましたけど、いろいろなものが濃い、甘い、そんな感じですね。でも私としては毎日の常用としてはあまり良くないかなと思いますけど、たまに飲む場合はいいのかなと思いますね。それ1本を1人で開けれるんではなくて何人かに分けて飲む、そういうのもいいかもしれないですね。あ、何か 37% だからなんか薄いんじゃないか、そういう風に感じてしまいますけど、実際濃いですね。ドロッとしてます。ブランド、フィリピンブランドって書いてありますね。原産国名フィリピン、ブラジル食材店ですけど、あのブラジル人が好むようなそういう食材だから置いてあるのかなと思いますね。このフィリピンブランドのマンゴージュース、この缶のものを見つけたらぜひ飲んでみてください。これおすすめですね。